こんにちは、千柱お姉さん。こんにちは、お久しぶりです。お姉さん、千柱お姉さんということは、はい、ですよ、はい、まあ見ての通り、はい、何かお分かりかとは思いますが、今日は、はい、来たる6月27日土曜日、はい、ライブセミナーおうちで焙煎をするにはの導入編ですね。なるほど、はい、素晴らしい。はい、まあライブセミナーに合わせて今から道具を用意すれば、はい、それに合わせて皆さんも一緒に焙煎ができるよということで、ちょっと使う道具を紹介しつつ、まあ導入編どんなもんかっていうのをさらっとこうご紹介して、ライブセミナーに備えて皆さんに備えていただければと思います。なるほど、はい、でも焙煎って難しいんじゃないんですか、準備が。はい、はい、焙煎の準備、はい、なんか難しそうですよ。まあ確かにそう思われがちですけれども、はい、意外とお家でも簡単に焙煎ができるので、まあ、ちょっと道具を説明していきたいと思います。はい、はい、お願いします。石橋お姉さんです。まずは、はい、まあ、これがないとっていう一番大事な道具ですね。はい、はい、この手編みです。はい、ネットとかで調べると、はい、銀杏を入れる網とかっていうので出てきます。あ、そうなんですね。はい、なるほど。まあコーヒー豆焙煎用とかにも書いてますけど、はい、はい、で、これが直径16センチなんですけど、まあ13センチとか16センチがちょうど振りやすいかなというサイズになってます。なるほど、はい、であんまり大きすぎると結構回すんで、はい、回すのが大変かなと思います。最初はちょっとコンパクトにちっちゃい方がやりやすいかもしれないです。そうですね、はい、楽しむっていうやつですからね。はい、なので、はい、私が持ってるのは16センチのタイプです。はい、はい、で、値段も手頃で、まあ、1000円ちょっと1500円ぐらいで買えます。おお、はい、なるほど。なので手軽に手に入れられるかと思います。はい、はい、で、生豆ですね。はい、はい、生豆、実はカフェテナンゴでも買えます。おお、はい、で、あとは卓上のカセットコンロですね、はい、まあお家のキッチンのガスコンロでもいいんですが、はい、まあ、ちょっと汚れたりもするんで、はい、こういうカセットコンロの方が掃除とかも楽かなと思います。あとはガスコンロだと火力が勝手に弱くなる。あ、センサー付きのガスコンロのタイプだと、はい、ちょっと焙煎中に勝手に火が弱くなったりするので、はい、カセットコンロの方が火力が一定になるんで、そっちの方がおすすめかなと思います。はい、はい、で、あとは、まあ、軍手ですね、はい、まあ、ここ熱くなるんで軍手はあった方がいいかもしれないです、はい、あとは、時間を計るので、はい、ストップウォッチ、はい、あ、携帯のね、ストップウォッチでもいいですけど、時間を計るストップウォッチが必要です。はい、で、あとはザルですね。焼き上がった豆を冷やすために必要です。なるほど、まあ、これはお店で使ってるんで大きいやつですけど、お家にある普通の調理器具のザルでも全然大丈夫です。プラスチックはダメですね。そうですね、プラスチックはダメです。溶けちゃいます、ね、はい、はい、で、豆を冷やす器。おー、はい、まあドライヤーとかで冷風が出るドライヤーで、はい、という感じで、もうこれがあればお家で気軽に焙煎ができちゃうよという道具になります。なるほど、はい、とりあえず焼いちゃいますか。焼いちゃいましょうか。わかりました。はい、じゃあ早速焙煎体験しましょう。お湯は熱いのでみんな気をつけてね。できます。はい、点火。はい、では焙煎スタート。おー、いいですね。